後方から動いた中部近畿生、2番車の大洞が7番車の西谷を連れて上昇してまいりました。ここで6番車の高橋がどうするか3分線です。高橋、大洞、この両者が並んで残りは800突っ張った6番車の高橋総一郎です。まず高橋突っ張ったんですが、ここで2番車の大洞が後ろまでは下げません。さあ大洞が現在は3番手付近で止まりましたでしょうか。ただ中段箱とも譲れません。ここで1番車の博多が中段を主張しきって、2番車の大洞ちょっと6番手の外に浮いたような形。さあそして今度は1番車の箱田勇樹が一気にかましてまいりました。6番車の高橋に対して1番車の箱田が最終ホーム一気にかましていく。残り400を切ったところで1番車の箱田がかましていって先頭に変わる。追走が5番の菅原裕太となってくる。あとは3番手6番の高橋巻き返しを図っていって3番手からここで6番車の高橋がまくっていく。ただ切り替えたか3番の佐藤健太が切り替えていく。さあ残先頭は1番の箱田、番手絶好が5番の菅原裕太、中をついた3番の佐藤で4コーナー回ってくる。おっと落車があった。先頭5番の菅原先頭で五輪。